みなさんどうも、こんこんち、どいひです。今日やるゲームはこちら、果物あふれ返り。スイカゲームでしょう。今日は初めての3000点目指して頑張っていくぞ。それでは早速いってみよう。このゲームを知らない人に簡単にルール説明。このゲームは果物と果物をあれするゲームだよ。全く説明になってない。同じ果物をくっつけて果物を進化させていって、最終的にはスイカまで進化させればいいっていうゲームだよね。はい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 。じゃないから、めちゃくちゃ冷めてるな。右にあるのが進化の表だよ。一番ちっちゃなさくらんぼから10回進化させてようやくスイカになるよ。ほど遠い数だね。ポケモンだったら10回なんてとんでもない進化だよ。2回しか進化しないからね。とりあえず同じ果物をどんどんとくっつけてこう。このオレンジをうまく使いたいんだよね。上から落ちてくる果物で一番進化してるのがオレンジなんだよね。またオレンジ、早く落ちてこないかな。オレンジ同士をくっつけてリンゴにして、そしてあのグレープフルーツとくっつけたい。前からグレープフルーツって言ってるけど梨みたいだよ。いい感じにいってる気がするけど、下にさくらんぼ行っちゃった。下に行っちゃうとくっつけるの難しくなっちゃうよね。これブドウの置き場所に困るな。左に置いたらイチゴが下に行っちゃいそうだし、右はオレンジ専用に置いときたいしな。どうしたらいいのか分かんなくなってきたし、もう諦める。諦めんなよ、まだ始まったばかりだからさ。だけどこういうゲームは始まりが大事な気もするんだけどな。じゃあ左に置いてみよう。左を残飯置き場にして、右をオレンジ置き場にしよう。オレンジをうまく使ってどんどんと進化させていくっていう作戦かな。当たり前だな、ドラッグマン。適当にやっても無理そうだから頭使わないとね。フォークが天才なところ見せてあげましょう。自分で天才って言ってて恥ずかしくないのかよ。先生の頭の方が恥ずかしい。どんどん左に残飯が集まってきちゃったな。残飯って言うんじゃないよ。もっとオレンジ来てよ、オレンジ。そのために右開けといてんのにさ。全く来なくなっちゃったね。ようやく来てくれた。これを右に置いておこう。その他はもう全部左、左にもう置きまくっておこう。左がどんどんごちゃごちゃになりだしたけど大丈夫なのかな。左は左で意外とスッキリしだすから大丈夫なんだって。全然スッキリしてないけどな。言われてみたらスッキリしてないかも。さくらんぼも右に転がってちゃった。うまくいかないな。ここさくらんぼ降りてけ降りてけ、ナイス。さあブドウができた。ここブドウにくっついていいよ。結局はスッキリしてきたよ。だけど下に溜まっちゃってんだけどな。あれは腐ってなくなるのを待つだけ。これ腐らない果物たちだから。っていうか左側が溢れ返ってきて大変になってきちゃったよ。もっとオレンジたくさん降ってこいよ。全然降ってこないな。本当だね。左の方がどんどん進化してって、これなしできちゃうんじゃないの。だけどくっついてくれない。あとちょっとじゃん、もうちょっとなんだから頑張れよ。勘弁代弁関西弁と言うさ。じゃあ上からの衝撃でうーけたやったやったやった。じゃあ左でも梨を作って桃に変えていこうか。早く桃作ってパインに進化させていきたいね。やっと次オレンジだ。じゃあ適当にブドウ置いておいて、ここでリンゴに変えて、うおしおしお、失敗に変わった。じゃあうまく左の梨も桃に変えていきたいな。結局は左の方がメイン見たくなってるね。ああさくらんぼ邪魔、どっか行っといてくれ。ブドウも邪魔、どっか行ってて。もうオレンジだけ来て、オレンジだけ大量に来だした。オレンジがいいぞいいぞいいぞ。じゃあ一旦オレンジを右の方に置いといて、次のよくわからん同士のやつをくっつける。なんかもっと入って強引に行け、強引に。もううまいこと言ってくれないな。リンゴ同士もくっついてくれないし、ダメだこりゃ。またこいつ相手攻めてけ。どうだ、もっと下がって、もっともっと行けって、強引に強引に切り込んでいけ。徐々にいってる、よかった。これでオレンジに変わって、オレンジももっと下のオレンジとくっついてる。ダメか、難しいな。うまいこといかないね。いかなくて人生終わりだよ。ちっちゃいやつがどんどん来る。とりあえず左に置いとこう。もっとオレンジくれよ、オレンジ。ようやく来てくれたぞオレンジ。これをどこに置くかだな。
ここ行っちゃうか、強引に行け、下がれ下がれ下がれ、このパターンで一回も下がったことないな。じゃあここにオレンジを作ってなし。右側のリンゴが変わっちゃった。左側のリンゴ変わってほしかったのに。だけど左にリンゴは作れそうだからなんとかなるか。この左のオレンジ同士くっついてくれ、頼むって。こうなりゃブドウ叩きつけたろかい、上から叩きつけたろかい。よし変わってくれた。ブドウ2個来たから、ここに2個一気に置いてっちゃおう。そしたらどんどん変わってくよ。しももまで変わったぞ。なんか一気に変わってくれたね。ああ気持ちいい。計算通りやるのは気持ちいい。絶対運でしょう。下のリンゴを梨に変えたいところだけど、それはなかなか難しそうだな。梨と桃で蓋されちゃってるもんね。お、ここで一気に進化してくれそう。いけよっと、パイン2つになったぞ。あ、ちょっと待って、うわ、右に転がってほしかった。もっと急いでオレンジ落とせば右に転がってくれたかもね。何やってんだよ先生。やったのはドジでしょうが。また小粒軍団か。これはもう右側に避けとくか。ここを残飯処理場にしておこう。ちょっとさくらんぼ転がってかないでよ。うまくいちご同士くっつけれると思って。ちょっと待って、オレンジのやつも全然うまくいかん。丸いからどうしても転がってっちゃうんだよね。だけどこういう狭いところは転がっていってくんないんだよね。むずすぎ。むっちゃん103歳。むっちゃん年取りすぎ。パイン同士をくっつけたいっていうのに間に果物できすぎ。間に果物が入り込まないように計算して作っていかなきゃ難しいんだろうね。右側でオレンジ作れるから、次のオレンジでリンゴを作って。梨までできたぞ。もう一丁梨作っとらないかい。ブドウはどうしよう。左に一旦置いとくか。そして次さくらんぼ。どうしよう。邪魔なのどんどん増えてきちゃったな。メロン作るのもなかなか大変そうだよ。なんかうまくいってないな。またさくらんぼか。もうさくらんぼどこよけいんだよ。もう来ないでよ。もうどんどん転がってくしさ。いちごはもう適当だ。もう考えるのめんどくさくなってきた。こうなっちゃったらもう終わりだろうな。適当だってなんとかなるかもしれない。いろいろ考えてもさ、考えすぎちゃって失敗してる場合もあるからさ、正解なんて分かんないんだからさ。自分の適当さを正当化しようとしている。ここに来てのさくらんぼ、はい適当。ブドウはこの真ん中のやつとくっついてくれ。そしてオレンジのやつ同士をくっつける。またブドウか。じゃあもう端にいてもらおう。なかったことにしよう。そしてリンゴできたぞ。もう一個リンゴ作ればどこかの梨とはくっついてくれそう。じゃあここにオレンジを置いといて、こいつをくっつければ、なんでくっついてくれないんだよ。くっついてくれれば一気に桃まで変わってくれそう。おお、変わってくれた、よかった。じゃあもう一個の梨も桃に変えて、どうにか一気にパインに変えて、そしてメロンだ。じゃあここオレンジに変えて、オレンジ同士をくっつけてリンゴ梨。うわ、一気にいた、気持ちよすぎる。一気に変わると本当嬉しいね。どうにかして下のパインをメロンに変えないとな。じゃあブドウの上にイチゴは、もうまた転がってくよ。ブドウ同士くっつけれないじゃん。そしてこれも下に落ちててくんないし、どうすりゃいいんだこれ。オレンジも落ちててくんない。あー、もう葉っぱ塞がり。あー、雪変わった。でもやっとこれ、意外とガンガン変わってくもんだね。本当だね。ダメだと思ってもなんとかなるもんだよね。桃まで行きそうだから、早くオレンジオレンジ、小粒来なくていいから、もっとオレンジオレンジ。これで桃まで変わってくれるぞ。また一個桃作ってパインを一気に変えよう。意外といい感じになってきた。リンゴまで行ったから、もう一個作って梨作って、梨二つで桃、オレンジ作って、次がオレンジ。なんか急に順調になりだしたな。だけどまたガラクタがたくさん来だした。だからガラクタって言うんじゃないよ。これで右にオレンジまた作って、早くオレンジもう一個来て、そしたらリンゴ作れるから、ブドウとか来なくていいよ。さあオレンジ来てくれる。これでリンゴに変えて、
もういちごとかもどこ行ってくれよ。適当にここら辺に置いといて。適当に置きすぎて左が大変なことになっちゃってるな。結局はうまくいかないのかな。オレンジ早くもう一個来ないかな。そしたら一気にメロン作れるぞ。早く来て、左が大変なことになってっちゃうからさ。もうダメそうな雰囲気出てるな。いや、オレンジ来たから大逆転だよ。これで一気に変わっていくわ。嘘だろ、マジかよ。梨同士がくっついてくんなかったね。あれがくっつかなきゃ人生終わりだよ。もうここからどうしたらいいんだ。かなりスペースもなくなってきたもんね。どうにか右のリンゴを梨に変えれたらいいんだけどな。あ、だけどここにオレンジ2つ作ってリンゴ作れるぞ。よし、梨に変わったけどくっつかないの。これはついてなさすぎるね。あー、だけどオレンジ2つなんとかギリギリ助かった。あとはメロン、メロン、よいよ、まずやった、やだ、やだよ。追加できてよかったね。最高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 。だけどリンゴの上にできちゃってんのが人生終わってるな。だけどどうにか左に桃もう一個作ってパインにして、まだまだスイカ作ってやるからな。こんなスペース狭くてもう一個いけるかな。ここまで頑張ってきて終わりなんて絶対やだよ。あー、弾け飛んでるブドウ。左にどんどんオレンジ置いていきたいのになかなかオレンジ来ませんな。そもそもオレンジが出てくる確率も低いのかもしれないね。そりゃそうだよね。オレンジ来まくってたらめちゃくちゃ簡単だもんね。うまく作っていくしかないのか。じゃあブドウも左に落としてってみるか。ブドウぐらいだったらすぐにオレンジに変えることできるでしょう。そしてリンゴまで来たぞ。もう一個リンゴを作って梨に変えていこう。梨を2個作れば桃だからね。そしたら下の桃とくっついてパインまではいけそうだね。そのためにも頑張って左側にリンゴを作っていくか。あはは、ブドウ転がってっちゃった。やっぱりブドウは左側で作ってた方がいいか。ブドウを置いて一気にオレンジまで進化。そしてオレンジ来るぞ、オレンジ。これでリンゴと、あと一個リンゴ作れば梨からの桃。よくオレンジ来てくれたから置いといて、こいつもこっち置いとくか。こいつが来てくれればいいだけの話。来た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 、これオレンジになってリンゴになって桃、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 もうちょい、桃、もうちょい、ああ、もうちょいの上にくっついてくんねえのかよ。じゃあ上からオレンジ叩き落としてあげましょうじゃないか。ブドウは一旦右に置いとこう。そしてオレンジくれ。ダメか、リンゴの重さじゃダメなのか。ブドウの重さで、おー、いけた、パインまで行ってくれた。一気に変わってくれてよかったね。スコアも過去最高、マジか。3000ポイントも見えてきたぞ。どうにかもう一個パイン作ってやる。オレンジをこっちに置いといて、こいつは右よりは左に作っといた方がいいか。上乗ってくれ。よし、これでリンゴできたから、もう一個作れば梨になってくれて、桃まで変わってくれるぞ。うまくなってきた感じがする。そしてここでオレンジだ。ここに置いといて、もう一個オレンジ置いて、リンゴの出来上がりだ。だけどここに置けば一気にうっつー。なんて言ったんだよ、やったみたく言ってたけど。絶対にもう一個桃作ってやるからな。さあオレンジ2つでリンゴ。こいつはどこ置いときゃいいんだろうな。一旦こっちに置いておきますか。そしてブドウ同士を変えてオレンジに。おー、リンゴできたけどもうくっつかないじゃん。またこれかよ。これさえうまくくっつけれるようになればうまくなりそうだよね。こんなの運でしょう。計算通りいけんのかな。っていうかだいぶ上が近づいてきちゃった。やっぱりスイカできると一気にスペースなくなっちゃうな。どうしたらいいだろう。右のリンゴ育てて梨にしても左の梨とはくっついてくれなそう。だからといって左のスペースに梨作るのも難しそうじゃないか。相当厳しい状況になってきちゃったね。ここにオレンジを置いて下のリンゴにたどり着くかもわかんないしな。奇跡起きてくれ。リンゴにたどり着かないよね。あ、だけどオレンジ2個、やっと一気にパインまで行ってくれた。だけどパイン同士がくっつかない。ブドウが邪魔すぎる。これはもう絶対くっついてくんないやつかな。これは無理だろうから諦めて上のスペースで果物できるだけ大きくして終わりにしますか。3000目前でギブアップなのかな。どうにか重さで下に降りてってくれたらいいんだけどな。どうなる。ダメだよね。
全然動いてくれないよね。じゃあイチゴをオレンジの左側に置いて転がして、これでリンゴ同士くっつく。これは左のオレンジくっつけてリンゴ。もう少しで3000点いきそうだ。もうすぐ終わっちゃいそうだし、ギリギリのところだね。あと何回くっつければいいんだ。とりあえずイチゴを右に作っといて。イチゴ邪魔だな。ブドウ作って、あーもう終わりそう。やばいやばい、どうしたらいいんだこれ。せっかく3000がもう少しだっていうのにスペースないじゃないか。あー終わった。これブドウ置いてもう終わりだ。もうダメだ。だけどこれ耐えたら次イチゴか。よし、イチゴ同士くっつければ、よし、なんとか3000いった。よかったよ。おめでとう、ドヒー。3000いったら結構すごいんじゃないの。このオレンジくっつければまだ終わりじゃないか。いいぞいいぞ。さあこの梨同士もくっついた。やった。桃になって一気にポイントアップ。ブー、もうダメだと思ったけど意外に点数伸ばしてるね。当たり前だな、ブラックマン天才ですから。あれ、なんか微妙に動いてってるぞ。もしかしてパイン同士くっつく。いや、くっつかないのかよ。なんだよ、くっついてくれてもいいじゃないか。じゃああとはしょぼいポイント稼いで終わりかな。オレンジは左に置いといた方がいいか。もう一個オレンジ作れたらまだ点数は稼げそうだぞ。これを左に置いといて、もう一個来てくれればいいんじゃないのかな。おお、ベロニカ入ってくれたのよ。どう、嬉しいこと起きてくれたね。だったらもう一個メロン作ってスイカに変えてやる。さすがにこのスペースでは無理なんじゃないの。ここから絶対に奇跡起こしてやるんだからね。じゃあイチゴは右に置いといて、左にサクランボだ。そしてサクランボ、あれ終わってる。桃がどうやらはみ出しちゃったみたいだね。だけど3000やってやったぞ。だけど今度はスイカ2個とか作ってみたいよね。次回もお楽しみに。バイバイバイ、ポンポロピー。チャンネル登録よろしくお願いします。